おはようございます。セブライフの友です。今回はですね、フェイスシールド義務化ということでですね、8月15日先週の土曜日ですね、ついこの間の土曜日からフィリピン全土でかな、フェイスシールドっていうこの顔の前にねつけるプラスチックのバリアみたいなものが、義務化になりました。つけてなくて外出すると罰金かなになったのになりました。はい、もともとねマスクは、義務化だったんですが、それに加えて15日からですねフェイスシールドの義務化になりました。はい、まあ日本だとね、日本ではないのかな、こういうことは。まあフィリピンならではというか、フィリピンではこうなっていますということで、フェイスシールドつけてね初めて餌を買いに行ってきました。特にね変化はないですが、その様子どうぞ。はい、こんな感じでした。で、今日ですね、餌屋さんに行ったらまたね日本語を、少し話せる、ね、女性の方が、いたので、以前動画にしたこの動画です。この動画でねお話しさせてもらった女性の方がいて、マスクもつけてフェイスシールドもつけてね、車のエンジン音もねうるさい状況だったので、すごい会話はできなかったんですが、このねセブライフのこのチャンネルを紹介させてもらって、チャンネル登録ねしてもらいました。ありがとうございます。また見てください。この方だけに向けて話してますね。はい、それでは、さっきね買ってきた餌、持ってきたので、今からねお腹ペコペコだと思うので、餌をね、ほらお腹ペコペコです。なので餌を与えていこうと思います。はい、はい、それでは、終わりです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価よろしくお願いします。それでは終わり。